情報発信をですね、長く続けていると、まあ自分の認知がね、こう広がってくるんで、営業とか勧誘とかもね、メールとか DM とかっていうのをね、えー、もらう機会が増えてくるんですけど、まあそのうちのですね、もうほぼ半分以上、もう8割9割はですね、全然刺さらないんですね。だからもうそのままスルーしたりとか、即ゴミ箱行きになったりとかね、するんですけど、あなたがですね、まあ同じようにこうメールを送るときとか、 あるいは、まあ、DM を送るとき、同じ失敗をしないようにですね、どういうところがまずいのかってことをね、今回話をしたいんですけど、一番の問題はですね、パーソナライズされてないっていうのが、これが一番の問題なんですね。そもそも、例えばメールならメールで、何々様とかってね、その、宛名のとこに個人名が入ってないってのはもう論外ですよね。だからもう自分に当てたメールなんだってまた思えば、ちょっと読んでみたりするわけじゃなんですか。なんか個人的にね、こうメール送ってきてるのかな、みたいな。 dm もそうですよ。その、何々さんとかね、僕だったらアポロさんみたいな感じで書いてあったら、あ、僕に向けてなんか書いてくれてんのかなと思って読むと思うんですけど、個人名が入ってないから、おそらくこれもうみんなに一斉送信で同じ文章を送ってんだろうなっていうのが、ね、えー、わかるわけですよ。パーソナライズされてないからそもそも読まないっていうね、状態になるんで、これはもう論外というかね、もう、そもそもそんなものはね、えー、 読んでもらえないっていうふうになるんですけど、あともう一つパーソナライズされてないっていうのは、その本文を見ればわかるんですね。大体。こテンプレートだな、みたいな。だから、例えば、よくあるのがですね、僕のこの YouTube 動画って全然編集してないんで、動画編集しますみたいな勧誘メールが来るんですけど、あの、<laughs> 全然、例えば僕の動画見てたら、この動画のこういうところをね、もうちょっとこうした方がいいですよとかっていうふうに書いてあったら、あ、見てんだな、この人ちゃんとって思うんですけど、 そういったことが一切書かれてないわけですよ。だから僕だけじゃなくて他の配信者にも当てはまるような、まあ万人共通のようなことしか書かれてない。そしてその大半のメールの中身が自分たちの売り込みばっかりなんですね。私たちはこういうことやってて、こんな、例えばサポートしててみたいな話ばっかりなんですね。それってもう全然刺さらないわけですよ。DM とかをするときっていうのは、ね、まずこう、パーソナライズするって読んでもらわないといけないから。ちゃんと見てくれてんだとか自分に当てて書いてんだなっていうのを、 こうねえー、まずは、相手にそう思ってもらわないといけないから、パーソナライズする必要があるんですだ最低限個人名を入れるとか、相手の発信を見て、この人絶対自分の発信見てないだろうみたいなんてわかるんですね。その文章を見てたら。だったらもう即ゴミ箱行きみたいな感じになるんで、もう話にならないわけです。 で、そこは大前提として考えておく必要がありますし、あとは相手との関係性ですよね。まあ大体そういう売り込みのメールっていうのは突然やってくるんで、一切関係性ができてないわけですよ。だから要するにそのコールドコールと言われる、まあ、飛び込み営業に近いような状態。何も名識もない、いきなりね、初見でセールスが来るみたいな感じですけど、まあ、信頼関係ができてないんですね、一切。だからまあ相手も警戒してるし、それでなんか、 じゃあ欲しいなってなんかたまたま例えば動画編集探してるとかあったら反応するかもしれないけどまあそういう人は少ないからもう数で勝負みたいな感じですよねだからもう一発勝負というかねもうその場こっきりの関係でとにかく100人に送って100人中1人でも2人でも売れればいいやみたいなスタンスでやってるわけですねで他にあった事例で言うと例えば何ていうんですかね僕は逆ザイオンスコーカーって言ってるんですけど あの、ダイハンス効果っで接触頻度が上がると好感度が上がるってね、言われる法則じゃないですか。それの逆なんですね。接触頻度が上がるからどんどん嫌われるみたいな。の、うん、で、例えば、弊社はこういうシステムを開発していて、これをね、ぜひ御社に使ってほしいですみたいなメールとかって来るんですけど、まあ別にいらないからこう、まあスルーするじゃないですか。無視するじゃないですか。でも、しつこくこう勧誘してくるんですね。また、数日経ったら同じメール、全く同じメールが届いてみたいな。 しかもそれもまあ2回ぐらいで済めばいいですけど、それが3回、4回、5回と続くと、もうそれは相手の役に立ちたくて送ってんじゃなくて、自分たちがまあ顧客を獲得したいね。要するに自分たちのためだけ。自分たちが商品を売りたいから送ってるだけなんだな、みたいな。多分2回無視された時点でもうね、察せようと思うんですよ、こっちは。 もう興味ないよっていう意思表示をしてるにも関わらず送ってくる。だから送れば送るほどうざいなとか、もうこの人とは絶対取引したくないなって思うわけです、ね。だって相手も自分たちが売りたくてただ一方的に相手のことも考えずに送ってくっている人。そういう人と取引したらどうなるかってのは先が見えてるから、やればやるほど嫌われる、まあ相手に逃げられるにも関わらずそういうことをやってしまってる。それがまあ、そういうちゃんとマーケティングの会社とかがそういうことをやっちゃったりとかね、しちゃってるんで、それはちょっと問題だなって思うわけですけど、 だからこう DM を送るときとかっていうのはね、やっぱそういう風に考えないと、ネットっていうのは相手の姿形が見えないんで、こう実社会だったら絶対やらないようなことをやっちゃったりするんですよね。だからそこを気をつけてやらないと、こう、うまくいかないどころか逆効果になることもある。一回そういう風に思われてしまったらね、もう二度とこの人とは取引しないぞって思われちゃったらもう終わりなわけですよね。だから相手からしたらまあ、大勢いる中の一人だから別にそんなのどうでもいいやって、 なっちゃうかもしれないけど、そういうことをやればやるほどね、ね、えー、嫌われる、自分のことを嫌いになってくる人がどん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 増えていって、まあ、全然ビジネスがね、まあ、うまくいかなくなるということなんで、やっぱり最初は関係性を作るってことが僕は大事だと思うんです。DM とか、メールでね、かあの、営業するのもいいんですけど、まあ、コールドコールの状態ですね。こう、いきなりこう、営業かけてきてってなったら、せめてパーソナライズせえよと思うんですよね、そこは。 そういうところを失敗してしまうと全然うまくいかないんで、テンプレートの内容ど,どうこうじゃないですからね。もう見てないね、この人自分の発信とかって。おそらく全員に同じようなを送ってんだろうなって見透かされた時点でも相手は冷めちゃうんで、そこは本当にね、そういうまあ何か DM なりメールを送るときっていうのは、本当にね、気をつけた方がいいかなと思います。